の皆様方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。在院一同梶風公演に向けまして、仕事の傍ら毎日夜遅くまで練習してまいりました。本日は皆様方に楽しんでいただけますよう精一杯演じますので、どうぞ最後までご覧いただくようよろしくお願い申し上げます。Oh.
代人情劇情けの鳥縄をお送りいたします。今江戸市中荒らし回る大盗っ人、おいらを助けたこの人は稲葉小僧の新吉と知った時には驚いた。今さら逃げ出すわけにもいかず、主に交わりも赤くなる門前の小僧ならぬ経を読むの例え、このおいら知らず知らずにすばしいと二つ妙のお尋ね者、久方ぶりに会う幼なじみが人に酔われるお尋ね者、おめえは天寺らのお役人か。これを思えば世の中はあ皮肉にできて嫌がるな。幼なじみのおふみちゃんと約束守って帰るおめえの心は我が子ながら見上げたものだと褒めてやろうな。こうして感動したままおめえを返してしまったのだ、せっかくのおふみちゃんの心が無駄になるだろう。よし、こうなら一時半時感動を許してやるから吉、これへ来い。